すげえ。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、さあ8番パー4です。右の2つのバンカーは入れ頃の距離にあります。飛ばし屋の杉野選手は左バンカー、右エッジからフェードでフェアウェイ真ん中です。ナイスショット。選手は左バンカー上を行きました。上越えてフレンドリーバウンドで少々右に曲がってフェアウェイ左か左ラフぐらいです。沢口選手、先ほどのホールはナイスチップインパーでした。ナイスセーブでした。ナイスショー。そう、島選手、先ほどの OB を取り返したいところです。ナイスショー。あ、大島選手149ヤードパー4の第2打目になります。ピンに向かって飛んでいきます。距離はどうか。ナイスオン。ちょっと左に引っ掛け気味ですが振りました。ナイスオン。筋って飛んでます。ナイスオン。ちょっと左がオンです。8番パー4、皆さん見事に2オンでバーディーパットを迎えています。距離的には 7,8 メートルから10メートル残ってます。8番ホール、森選手バーディーパットです。上りのスライスラインかなり曲がると思います。かなり打ちました。さあ坂口選手、これも上りのスライスラインかなり打たないと届きません。タッチが難しいところです。ナイスタッチでした。ナイスパー。大島選手、これも上りのスライスラインです。いい感じです。いい感じで来てます。惜しい。ナイスパー。さあ、関野選手、下りのスライスラインです。下り早く見えるんですが、今日はグリーンスピードが遅いようです。皆さん打ち切れてません。ナイスパー。ここは確実に決めたいところです。パーパット、現在は1アンダー。ナイスパー。9番ホール、ティーショットです。ちょっと左に引っ掛けてしまいました。バンカー方面、あ、フレンドリーバウンド、ナイスバウンド。
ちょっと右に出ました。バンカー方面。ナイスショット。ど真ん中のナイスショットです。ナイスショット。これもど真ん中のナイスショットです。さあ森選手、9番ホール第2打。残り200ヤードです。ちょっと右に出てしまいました。あ、大島選手残り約190ヤード。お、いい当たりです。ちょっと左ですが、ナイスオンです。ナイスショット。佐々木選手、これ約170ヤード。お、まっすぐ飛んでます。ピンの左。よいしょ。おお、なんか一人いる位置が違うね。9番ホールのグリーンです。2ホール連続全員パーオンしています。一つは、誰のボールでしょうか。約 2.5 メートルから3メートル。さあ森選手、残り200ヤードからオンしました。約20メートルのパット。まあまあのところまで寄せてきました。さあ杉野選手、バーディーパットです。フックライン。さあ大島選手、バーディーパット。先ほどのパー5でのダボをここで取り戻したい。よく打った。ちょっとラインを読み切れませんでした。さあ一番近いのは坂口選手でした。その坂口選手、アンダーへのバーディーパットです。ちょっと読み切れませんでした。でもナイスパーでした。セーブできるか。あ、ちょっとセーブできませんでした。ナイスパー。ナイスパー。はい、どうぞ。7番ホールの、ドライバーのピンがちょっと痛かったなっていうのと、パターがちょっと入りきらなかったので後半頑張ります。全部あそこだけだった。あそこだけ。はい、あとは頑張りなかったです。はい、難しかったんですけど、後半はパターをしっかり打てるように頑張ります。イーブンパー。はい、頑張りました。はい、頑張ります。優勝目指して頑張ってください。はい、割といいゴルフができた。スコアは1アンダーでした。ただパターがなんか本当に届かなかったんで、後半はちゃんと動かしてる。はい、なんか下りすごく速そうに見えたけど遅かったよね。なんか朝一ですごいオーバーしたんで、なんかそれから下りが打ち切れなくなっちゃったんですけど、速くないっていうのは分かってるんで、後半はちゃんと頑張ってください。お疲れ様です。2オーバーしないで、そうですそうです、しないでしないでって感じのだったと、もうちょっとリプレイなんですけど、できるように
ご飯頑張ってください。ご飯頑張ってください。